はい皆さんこんばんはち葉わ社長ですはあ疲れました今日は土曜日本当はお休みしたかったんですけど先週ですね僕もですね大変なんですよスタッフのですね1人を首切っちゃったんで忙しいんです いや景気が悪いとかじゃないんですよ。もうね、あまりにも仕事が遅すぎて、えー、言ったことをしっかりやってくれない。やってくれててもめちゃくちゃ遅い。ねえー、僕もそうそう怒ったりしないんですよ。 怒ったりしないんですけどあまりにも仕事が遅くてあまりにも言ったことをしっかりやってくれないとちょっと言っちゃうこともあるんですはいそしてね軽く言ったら「やめます」と言われたんで「はいどうぞやめてください」とねその日にやめていただきましたということでですね 現場復帰したチワワ社長ですけどいや現場で回ってたんですよいろいろ他のことをやってたんですけどえー、しっかりですねお世話になっている会社のね、えー、方たちのところにまた行けるようになったので逆にね良かったなと思いますうーんスタッフもですねしっかり育っててはいるんですけどやっぱりですねちょっとしたことが違うんで、えー まあ、なぜここにそれを置いているんだろうとかね、えー、もうちょっとメンテナンスしようとかねいろいろあります人も育てなければいけない植物も育てなければいけないね、まあ、それが経営者ということなんでしょうけどまあまあ、えー、大変なんでございますまあ皆さんそうなんでしょうけどはいいやそういう話じゃないんですよ はい、えー、っとですね先ほどコメント返ししたんですけどあまりにもですね最近多いのでこれもまた皆さんご忠告しますえー、僕の動画たくさん見ていただいて皆さん再生とかねいろんなことが上手になってますこれですね いろんな職種にも関係するんでしょうけど上手になって知識が多すぎると逆にいろんなことをですねしすぎちゃうっていうことがですね多くなるんですよそうなんです皆さんいろんなことねやりすぎですわかりますよいろいろ覚えたからねやりたいのはわかりますでもですねいろんなことね やらないいでくださいまず傷んだら再生にかけてくださいね痛みも何もしてないやつを火、えー、に当てたりね別にしなくていいですから、えー、幹を太くしたいとかですね、えー、僕の場合はですね傷んでなくても、えー、何年に回 蚊に1回まあ、3年に1回とかですね傷んでない植物でもわざと火に当ててね焼いてしっかりとした葉を出したりしますけど綺麗な観葉植物をですねあえて火、えー、に当てたりとかは僕やりませんからねあくまでも傷んだ植物を再生にかけますねえー、先ほどコメント返しした方も すいませんね、言っちゃって。えー、先日、動画配信したクロトン、クロトンね、えー、買って、しなっとなったからね、最近ちょっと寒かったから、しなっとなっちゃいました。あとね、寒さにやられたかなと思って、火に当てました。ね、水もたっぷりあげました。えー、しなっとなってます。慌てて家に取り込みました。とね、この間もですね、 えー、ウンベラータ外に出しました。葉っぱが茶色くなりました。新芽が出てきました。葉っぱが茶色くなりました。慌てて部屋に取り込みました。ねえー、こうなってくるとですねもう何をやってるのかわからなくなってくるんです。何が一番大変かってですね植物たちが一番大変なんですよ。環境がですねコロ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 変わってですね観葉植物 まず第でですす。ね、環境のの変化が大の苦手です、ね、寒いところなら寒いところもう暖かいところならずっと暖かいところ、ね、暖かい部屋からいきなり寒い場所にしたらびっくりするし、えー、めちゃめちゃ寒かったところからですね暖かいところに入れたら、えー、葉っぱを落とすんですよ。だっていきなり水分 葉っぱこんないっぱいあったら体の水分抜けちゃうよと、ね、思って温かいところに入れても一回葉っぱを落としてその環境に慣れた葉っぱをまた出し始めます。ね、で温かいところに入れて葉っぱが落ちたあじゃあまた元に戻そうってもうね訳わ,わからないとね観葉植物もなってくるので皆さんあたふたねしないでください。 外にですね今の時期は外に出してしまったらもう火に焼いたらその後すぐ室内に入れてもですね一度がっつり23時間火に当たったらですねもう葉っぱ茶色くなったりねしますその時なくなってなくても後で茶色くなったりしますなのでもう今の時期はですね僕の動画でハウスの外にね出してるでしょ 僕ずっっと出ししぱなしですよ今出してる動画、えー、観葉植物はうーんまあ7月ぐらいまでは確実に何も触らずに外に出しっぱなしです。えー、スプリンクラーがね回ってるから水も、ね、しっかりかかるんですけど他水がかからないところに置いているやつもね えー、雨晒しもう雨しももだけに任せてることもありますあまりにも最近暑すぎるときはですねしっかり水かけますけど基本外にね、えー、野ざらし日ざらし雨ざらしです再生するときはですねそうするとその環境でししっっかり葉っぱを出していきますその後にもっといい環境にしたらまた葉っぱをきれいにね出してきてくれますなので皆さん 観葉植かわいいんでしょうけどあまりにもですねいじりすぎないでください、ね、環境も変えないでください悪くなっているあ悪くなっているじゃないか悪くない観葉植物もですね別に僕は植え替えとかをねする必要もないと思います、ね、僕のこうハウス散歩とかサブチャンネルでよくやってますけど 見て分かってくれると思うんですけどほとんど植え替えやってませんよね僕ね結構ズボラなんですよズボラだから、えー、植え替えあまり苦手だしねやりたくないからほとんどやらないんですけどあの10号鉢でね、えー、ヤシの木とか4メーねー育ってますほとんど10年間植え替えしたことのない植物 7割ぐらいいいあるんじゃないかなかと思いますでもですね水やり一つでしっかり育つものですなのでですね悪くない植物を、えー、先ほどのクロトンの方もですね、えー、買ってきて植え替えたのが悪かったのかなと言われてましたけど悪くなかったらですね植え替えとかもですねわざわざする必要もないですもちろん植え替えして根をカットしたらですね 弱りますよだからですね葉っぱを少なくしてあげて根がカットされているからですね水分こう取れなくなってますで葉っぱ少なくしてあげて水分の蒸発を少なくしてあげてまたしっかり根を育てて葉っぱを出してあげるとかですねあるんですけど基本ですね悪くないならそんなに。 いいいじらなくていいですよ一番は本当環境を変えてあげないことが一番です日光に当ててくださいというとですねもう室内の暗いところからいきなり日に当てる人がいますけどもうこれがですね、えー、観葉植物一番びっくりします当てるにしてもですね徐々に徐々に再生をねがっつりしようと思う方だったらもうがっつり当てて大丈夫なんですけどそうじゃない方はですね もう徐々に徐々々ににやってください、ね、お日様をいきなり当てたからって言っていきなり元気になるもんじゃないですから僕たちもそうでしょすぐこうね病気になったとしてもね、えー、すぐ良くなるわけじゃないじゃないですかもう特効薬で注射をねブスッと打ったらですねバッと良くなることもありますけどそれは一時的なものです観葉植物も同じです。 一番いいのはですね、自然と同じ環境で、えー、育ててあげるのが一番いいです。もともとジャングルとかにね生息している植物たちなんで何もしないでしょ普通は自然でうん。そういうことです。だから皆さん慌てていろいろやらないでください。えー、知識が増えてねやりたいこともたくさんあるでしょうけど。 悪くない植物ははわわざわざやる必要はありません。やるときはでですす。ね、悪くなってからですまずは一つ一つの植物を元気に育ててあげるということが一番大事ですなので今回は皆さん「あたふたしないでください」そうこの一つを言いたかっただけですそういうことです明日は日曜日です皆さん ゆっくくりお休みしてください僕もゆっくり寝ようと思いますけど明日は母の日です世の男性諸君そして子供ちゃんたちお母さんにしっかり母の日孝行してあげましょうはいそういうことでチワワ社長からの緊急配信でしたバイバイ